皆さんこんにちは。メディカルリデュース合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ本日のテーマなのですが、看護師定職おすすめの時期についてお話しさせていただきます。まあ、以前の動画でですね、新人看護師さんの転職の時期っていうのは一応動画やったのですが、まあ一応そちら下の概要欄の方に新人看護師さんの場合はですね、そちらの方ちょっとご覧になっていただきたいのですが、看護師さん全体での転職の時期っていうことで本日お伝えさせていただきます。でまずはじめにですね、1看護師キャリアアップの転職時期っていうものがあります。キャリアアップですね、自分が看護師としてもっと資格を、もっと良い資格を取りたいということでキャリアアップする方、それで転職する方いると思うんですけど、で看護師1年目から3年目の看護師さんが、まあもちろんこれはおすすめしません。まあ看護師としてちゃんとなるっていうことはですね、1年から3年の間ってよく言われます。まあ、でもですね、まあ1年から3年の間に看護師やったからって看護師さんとして完璧かって言ってはそうでもありません。やはりですね、それでさらに上を目指すためにキャリアアップしていかなくてはいけないので、その時にですね、じゃあ転職する時でどういう時期の時に転職すればいいのかっていうことでですね、キャリアアップの中でおすすめの時期は何年目から何年目の看護師さんですっていうことなんですけど、これはですね、5年目から10年目の看護師さんになります。でやはりですね、5年目から10年目になるとですね、まあ、プリセプターを任されたり、また責任のある仕事を任されたりして、まあ、看護師としてですね、いろいろ経験して、さらにそのいろいろな経験の中でのキャリアアップを目指すっていうことで行うと思うので、で、まあ、一応今看護師3年目だからキャリアアップしよう、まあ、そういうのもですね、全然いるっちゃいると思うんですけど、だいたい基準値といたしまして、やはり5年から10年看護師として、まあ、責任ある仕事をですね、任せられてできるようになっている状態でないとですね、キャリアアップすることは難しいので、ちょっとやはりですね、1年目から3年目の看護師さんにはあまりお勧めできない、まあ、そういう時期だと思います。ですのでですね、そういうふうにちょっと基準があるということをの覚えておいてください。で次にですね、2番目ですね。でやはりですね、看護師の転職っていうのはタイミングとか時期っていうのがものすごく大切になっていきます。ですので時期が違うだけで成功率が全く違いますっていうことで、でおすすめする時期とおすすめをしない時期ですね、まあ、時期っていうか月なんですけど、そういう時期がそれぞれあります。おすすめする時期が4つあるんですが、これは何月っていうことで、何月っていうことで年末で離職者がとても増えると、でまた4月入社に向けた求人がこういうこの時期になって出やすいっていうことで、じゃあこれ何月かと言いますとですね、1月ですね。1月、年末ですね。まあちょうど今年末、12月でも年末で忙しい時期なんですけど、年末でですね、離職者がとても増えて、1月ですね。1月になったらお正月の休みに入ってですね、結構長く休まれる方も出てきますので、そういう時にですね、やはり求人が出やすい。4月の求人に向けて、とても求人が出やすいっていうのが1月です。で、次にですね、何月っていうことで、ボーナス支給時期ですね。で、特にまあ皆さん辞めるときにやはりボーナスをもらってから辞める方が、まあ皆さん当然だと思うんですけど、ボーナスももらわないで退職します。そんなことは皆さんやらないと思うので、退職日にはですね、特に注意してください。ちゃんとボーナスをもらってから辞めるっていう形を取らないと、もうとてももったいないですので、それはやはりちょっと注意していただいて、この時期はですね、離職者の補充の時期っていうことで、とても離職者の方が多くなってしまう時期っていうのが重なってしまいます。特に新人看護師さんでですね、3ヶ月以内でちょっと辞めてしまうっていう時期、
ですので、これはですね、何月かと言いますと、6月ですね。6月の時期がやはりやめてしまう。とても離職者が多くて、ボーナスをがもらえる時期ですので、ちゃんと皆さんもらってから辞めるようにしてください。まあ、当然じゃ当然なので、そこ注意しましょう。で、次にですね、何月っていうことで、率先業採用が活発する時期。まあ、これはですね、やはり看護師としてもうベテラン、5年10年のベテランの看護師さんがですね、転職する時期、おすすめする時期なんですけど、これはですね、9月ですね。9月に、周りの病院はですね、即戦力の看護師さんが欲しいっていう求人がとても多くなってきますので、キャリアアップを目指している看護師さんとか、まあ、ベテランの看護師さんにはおすすめの時期です。で、次にですね、何月っていうことで、年末に向けて採用活動が活発して、やはりですね、4月入社の方にこれおすすめな時期っていうことになるんですけど、これはですね、11月です。で、まあ、年末、年明けっていう迎えって書いてあったんで、これはですね、12月かと思いきや、ちょっと11月っていうことで、年明けに向けてですね、やはり採用活動っていうのがとても増えてくる、求人が増えてくる時期となります。で、これおすすめのする時期が、1、6、9、11っていうことを、特によく覚えていただいてですね、特にキャリアアップを目指すとか、上を目指す方は9月とか、そういういろいろ時期がありますので、そこを狙ってですね、転職活動を行うようにしてください。で、やはり最後にですね、おすすめしない時期、まあ、これは2つあります。で、まず始まる、新卒入社があるため人員は足りている場合があるということで、それで求人がやはり少ないっていう場合があります。まあ、新卒入社っていうのを見ればですね、皆さんわかると思うんですけど、これは4月ですね。4月、まあ、大抵皆さん4月求人のために皆さん前々からですね、募集する、11月とか10月あたりに求人とか募集するんですけど、で、やはりですね、4月はやはり人員が足りてる場合がとてもありますので、そういう時はですね、やはり求人が少ないことがあります。で、これ最後なんですけど、この時期はですね、まあ、看護師さん全体なんですけど、繁忙期の時期っていうことになります。まあ、繁忙期の時期って言えばもう皆さんわかると思うんですけど、12月ですね、まあ、まさにちょっと今の時期なんですけど、12月繁忙期の時期、とても忙しい時期に、まあ、辞める人はいないと思います。で、看護師長さんに12月に辞めたいんですけどって言って、絶対辞めさせてもらえません。まあ、よっぽど出産で休まなきゃいけないとか、なんか病気でちょっと出るのが難しくなってっていうことでですね、出れないとか、そういう方なら全然いいんですけど、12月にちょっと都合よく退職したいですって言って退職することっていうのはとても難しいと思いますので、つまり皆さん言わないとは思うんですけど、絶対止められますので、繁忙期はもう一番稼ぎ時って言いますし、一番忙しい、しかも看護師さんという人員が足りなくなる場合がとても多いです。で、中にですね、やはり長期休暇を取る方がとても増えていきます。やはり年末、家族にちょっとみんなで集まってとか、親戚で集まってとか、ちょっとコロナでちょっと難しい部分もあるかもしれませんが、やはり長期休暇を取る方がとても増えてきます。で、そういう中でですね、やはり求人数がこの時期も少ないですので、4月と12月っていうのはおすすめしない時期というか、求人がとても少ない時期っていうことになりますので、頭の中に入れておいてください。本日は以上です。